はい、皆さんこんにちは、ギガプロトです。今回はジュラシックワールドをやっていきたいと思います。今回ですね、前回ね、大型アップデートで、このようにね、恐竜図鑑が見れるとかね、いろいろ語ってましたが、はい、今回ですね、トーナメントですね。はい、これですね。インドメスレックスの、トーナメント、リーグリワードが、インドメスレックスがもらえるというわけなんですが、なぜ、今になってインドメスレックスなのというね、ちょっと疑問はあるんですが、それはおそらくですね、ご新規さんにね、向けた、トーナメントではないのかっていうふうには思ってるんですよ。とりあえずね。インドメスレックスっていうと、未だにね、ぶっ壊れハイブリッドの、エルリフォサウルスですね、肉食で言うと、エルリフォサウルス、そしてこの、クリオトロドンと、インドメスレックス。まだこいつが、ぶっ壊れハイブリッドを含んでも、まだ、3位。まだ強さで言うとね、まだ3位にいるんですよね。そしてこのかっこよさ。ね、これはもう、今までね、インドメスレックス、作るのが、どうしても、苦労して、挫折しちゃったとか、いう人とかね。インドメスレックス、こんな風にめっちゃかっこいいし、現状でも、さっきも言いましたけれども、僕これハイブリッド、エルリフォサウルスを含んでも、肉食でまだ、強さ3位ぐらいの地位にいるんですよ、こいつはね。なんで、ぜひ、ゲットした方がいいのかなと思って、僕もこんな風にやってるんですが、ご覧の通りですね、ドミニエンターリーグの1位に、いるわけなんですが、めっちゃ競争率が低いです。はい。ご覧の通りね、分かっての通り、700ポイントいけばもう1位になれちゃうっていうぐらい、競争率が低いです。このトーナメントね。なんで、多分おそらくはほとんどの方がインドネスレックスマックス持ってるよっていう方が、多い中で、このトーナメントなので、おそらくあまりやってる方が少ないんじゃないかというわけで、こんな簡単に1位になれちゃうわけですよね。1位っていうか、ドメタリーグに、入れちゃうわけですよ。なんで、これはご新規さんに向けた、いわゆる、ちょっとね、トーナメント、インドメナスレックス、とりあえずインドメナスレックスは、もう強いんで、とりあえずね、ぶっ壊れハイブリッドとかを除けばね、全然、1位、2位の地位にね、まだいるんで、このインドスレックス自体は、このジュラシックワールドっていうゲームが実装されたっていうか、開始当初からですね、いる恐竜でございます。そして映画のジュラシックワールドでも主役となる、ボスキャラみたいなね、位置にいる恐竜でございますね。はい。なんで、普通に、ご新規さんに向けた、やっぱそのトーナメントなのかなっていうね、やっぱこいつがいるだけで全然違うんでね。はい。やっぱ強いんで、インドメスレックスは。そしてかっこいいしっていうね。これほんとかっこいいっすよね。もう赤、映画ではこんな着色はないですけど、これトゲ、赤いトゲとかね、こう模様とかね。これかっこいいっすよね。もう本当に帝王みたいな感じですよね。なんでおそらく、ご新規さんに向けた、トーナメント。ね。ぜひこれで、インドメスレックス、とりあえず最強の肉食ではないけども、全然まだトップ3ぐらいにまだ君臨してるっていうね。未だに、このアプリの開始当初から数えてもまだ肉食最強の3位、トップ3に位置しているっていうね。こいつがもらえるっていうことなんで非常に美味しいと思うんですよね。ご新規さんからしたらね。はい。なので、これはぜひ取っておきたいっていうか、取っといた方がいいと思うんですよね。ご新規さんは特にですね。持ってる方でも、普通に、レベルマックスまでやるのに、まだ数体足りないとかっていうね。そういう状況もあると思うんで、本当に、これ、競争率がね、本当低いんで、本当にやった方がいいかなとは思うんですよね。はい。
本当に、なんでとりあえず、まあちょっと一戦だけやってみましょうかね。はい、ファイトということで。まあ、トーナメントはいつも通りですね。あまり敵の方もそんなぶっ壊れハイブリッドとかが出てくるっていうわけではないですね。特にレベル40とかね。はい。なんで、まあ普通に、まあインデミアスとか、まあ適当にこの辺あたりで普通に行けるんですよね。まあこういう感じで、はい。こんな感じで行ってみましょう。はい。で、この相手ね、対戦相手っていうのが、まあ知らない方もいると思うんで、一応言っときますと、コンピューターですね。おそらくコンピューターなんで、プレイヤーを元にした、まあコンピューター。これ多分、対人ってなってますけど、おそらくこれ人が操作してるわけじゃないです。はい。なんで、まあ結構割と簡単にサクサクいけるし、っていう感じですね。うん、こんな風にまあオスタポサウルスとかも出てきますけども、まあ普通にこうレベル40なかったり、普通に1回進化とか してなかったりとか、なんかそういうレベルなんで、まあ、正直そんなに怖くはないです。うん、はい。水星がまあ水星じゃなくて両星が出てきたというか、こちらも両星に変えてと、はい、おりゃはい。で、最後はディモルフォドン。ディモルフォドンはまあ、大体初期からいる、まあ、恐竜ですよね、普通のね。はい。で、フリー属性だったんで、ちょっとワンパンされてしまいましたが、ここで KO の登場ですよ。インドミノスレックス。はい。これほんと強いんでね、インドミノス X。ほら、帝王はこのインドミノスだって感じですね。はい。こんな感じで、まあサクサクとね、普通に、こう登っていけるんで、多分これジュラシックワールド、これ、この、アイコンが何もなってない、この、なんかナンバーみたいな、ナンバーしか出てない、この、多分これもおそらくあまり、これコンピューターなのかなっていう感じで、本当にね、やってる人、本当に少ないと思うんですよね、このトーナメント自体はね。うん。なんで、インドミナスを持ってない方とか、あとはまあ、インドミナスでレベルマックスを作るのに、数台足りないだとか、ね、そういう方ですよね。そういう方向けだと思うんで、まあ、ぜひね、取っておいた方がいいと思います。はい。簡単に、取れるんで、全然競争率がね、低いんでね、これね。はい、ご覧のように。かなり簡単に取れるんで、上位入賞できるんで、まあ、全然取っておいて損はないしね。まあ、何回もくどいですけど、本当にインドミスレックスは、肉食のね、恐竜の中で、まだ3大トップぐらいに位置してるんで、普通にね。うん。そしてまあ、このかっこよさですよね。なんといっても。はい。ギガノトサウルスが、僕の大好きなギガノトサウルスがまあ元になっている。この頭骨とか特にね。かっこいいし、まあ、強いしってことで、まあ、本当に取っておいて損はないし、まあ、絶対にね、ジョシックワールドが好きな方は絶対、まあ、取るべきでしょうという感じでございますね。はい。というわけでまあ今回はこんな感じでね、いまいちピンとこないトーナメントだなと思われがちな、インドミナスレックストーナメントでしたけども、まあ普通にそう考えてみれば、取っといて損はないなと。うん。僕なんかはもうこうレベルマックスがね、もう3体、もう艦隊組めちゃいますけども、まあ普通にね、競争率がめちゃくちゃ低いというところでですね、普通にやって、本当に損はない。うん。もう本当に何回も言いますけど、ご神秘さんとかね。うん。やっぱインドミノス X 作ってないとか、まだ作れてないとかね、持ってないだとか、そういう方向けなんじゃないかなと思いますね。うん。本当簡単に取れちゃうんでね。はい。というわけで、まあ今回はこの辺で、
まあ、ざっくばらんに紹介してきましたけど、まあ、この辺で終了にしたいと思います。今回もね、今回もというか今後もね、ジュラシックワールド、まあ、どんどんね発展していってほしいと思います。前回もね神アップデートがあったんでね、はい、というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。皆さん、ね、トーナメント頑張りましょう。ということでまた。